はい、続きをやります。ドキドキ文芸部。今日はとうとう文化祭の日だ。今日こそさゆりと一緒に登校できると思っていた。しかしさゆりは電話に出ない。俺はさゆりを起こしに彼女の家に行くことも考えたが、少しやりすぎかと思い遠慮した。一方文化祭の準備はほとんどできている。昨日ゆりと書いた大幕を丁寧に丸めて持ってきた。ゆりから何も忘れないようにとメッセージが来たので大丈夫だと繰り返した。おかしなことに俺はもしかすると文化祭について夏希と同じ考えなのかもしれない。どちらかといえばさっさと文ゲームの方を終わらせ、さゆりやゆりと一緒に文化祭を楽しみたい。まあモニカのことだからきっと文ゲームの出し物もいいものなんだろうけど。まるくん、あなたが一番乗りなのね。早めに来てくれて嬉しいわ。変だな、少なくともゆりはもう来てると思ったんだが。モニカは小冊子を教室の机一つ一つの上に並べる。俺たちが発表する詩が載っているんだろう。結局俺はモニカが好きそうな詩を適当にネットから見つけてそれを提出。だから俺はそれを発表することになってる。さゆりと一緒に来ると思ったんだけど意外ね。ああ、あいつまた寝坊しちまって、あのバカ今日は大事な文化祭の日なんだし、ちょっと頑張ると思ったんだけどな。そう口に出してすぐさゆりが昨日言ったことを思い出す。そして彼女にとってそう単純な問題でないことに気づき、ひどい罪悪感に苛まれる。俺はただいつもそういう風に捉えていたからそう発言してしまったのだ。でももしかしたら起こしに行った方が良かったんだろうか。これやばくない？ふふ。もうちょっと責任を持った方がいいかもしれないわ。あんなやりとり交わしたばかりなのに、今朝まであの子を宙ぶらりんにさせちゃって。やりとり？宙ぶらりん？お前まさか知ってるのか？もちろんよ。なんて言ったってこの文芸部の部長なんだから。でも恥ずかしくて言葉に詰まる。さゆりはもうモニカに言ったのか？どうやって彼女を振ったかも？そうだとしたら俺はかなり悪い立場にいることに。でもあいつにとって何が最善か俺が一番知ってるはず。モニカ何？黒幕なの？全部知ってるわけじゃないよな。なら心配しないで。あなたが思ってるよりいろいろ知ってるのよ私。え？モニカが何操ってんのかな。なぜか背筋が寒くなる。パンフレット確認しない？とってもいい感じに仕上がったから。ああそうするよ。モニカが一番可愛いと思ったんだけどな。机にある小冊子を一部取る。本当だ、いい感じ。これならみんなもっとこの部活のことを真剣に見てくれるだろう。ええ、私もそう思うわ。パラパラめくる。メンバーの詩がプロの仕事のような鮮やかさで印刷されてる。夏希とゆりの詩は2人が練習の時に読んだものと同じみたいだ。ん？なんだこれ。さゆりのページ。彼女が練習で読んでたのとは違う詩が載ってた。俺が今まで読んだことのない。わあ、何これ。頭から出ていけだって。病気だもんね。あなたにとって一番のことをしてしまう前に。ひらがな？死に本当の終わり。動きを止めるだけ。な、これはなんだ。この詩を読むと胸がざわつく。マル君、あの下着の失敗した失敗したみたいだね。いや、なんでも。この詩はどう考えてもいつものさゆりと詩とさゆりの詩と何もかも違う。それよりも、ごめん、ちょっと気が変わった。やっぱりさゆりのことを迎えに行ってくる。え、怖っこれああ、わかったわ。え、あんまり遅くならないでね。音がないんだけど、 BGM が。俺は急いで教室から出た。無理しないでね。モニカが呼びかけるのは聞こえる。え、なんかモニカもやばいよな。どんどんペースを上げていく。俺は何を考えていたんだ。もう少しさゆりのために頑張るべきだった。あいつを待つことや朝起こしてやることなんて簡単なことじゃないか。一緒に学校に行くだけでもさゆりは幸せになるのに。しかも昨日いつも通りの日常を共に過ごすとあいつに言ったばかり。彼女にはそれが必要で俺もそうしてやりたい。勝った
さゆりの家の前でドアをノック。電話にも出ないから返事がないのは当然。家族いるんだよね。昨日の夜にドアを開けて入る。さゆり？本当にぐっすり寝てるな。怖っ。唾を飲む。こんなことしてる自分が信じられない。彼女の家に上がり込んで起こすとか。彼氏がするようなことじゃないか？何にせよ。こうするのが正しい気がする。部屋の前にドアをノックした。さより？早く起きろよ、寝ぼすけ。反応はない。こんな感じであいつの部屋には入りたくなかったんだが。プライバシーの侵害みたいじゃないか。でも他に選択はない。俺はゆっくりドアを開ける。怖っ。なんでこの曲、これ何、バッドエンドみたいになっちゃう。例外が発生しました。なんだよこれ、なんなんだよこれ。これは悪魔なのか。そうそうに違いない。こんなの現実じゃない。こんなこと現実のはずがない。さゆりがこんなことするはずない。ほんの数日前まで何もかもいつも通りだったじゃないか。だからこそ今目の前に広がってる光景が信じられない。吐きそうになるのを耐える。つい昨日ずっとそばにいてやるって言ったばかりなのに。さゆりの望みは分かってるから何も問題ないって言ったのに。だったらなんで、なんであいつはこんなことを。みんなヤンデレなのかな。なんで俺は無力なんだ。俺は何を間違えた。告白を受け入れなかったこと。それがあいつの心を壊してしまったんだ。でもじゃあ好きだって言った方がよかったん。苦悶の叫び。さゆりは本当に俺のことを必要としてたのに、なんであんなことをしてしまったんだ。なんて俺は自分勝手だったんだ。全部俺のせいじゃないか。これバッドエンドかな。どうすればこんなことにならなかったのか。頭の中で思考は駆け巡る。もしもっと一緒に過ごしていたら、一緒に学校に行っていれば、そしてあいつが二人の関係から期待していたことをしてあげたら、そうすればこんなことに、こんなことにはならなかったはず。文ゲームなんてもう知るか。文化祭なんてもう知るか。俺は今一番の友達を失ったんだ。小さい頃から一緒だった友達。さゆりは死んでしまった。あいつを取り戻す方法なんて何もない。ゲームのようにリセットしてやり直すことなんてできやしない。たった一度しかないチャンスだったのに迂闊だったんだ。そして死ぬまでこの罪を背負っていくんだ。俺の人生なんかさよりほどの価値はない。でもあいつがしてほしかったことができなかった。そして今もう取り戻すことはできない。絶対に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 。終わり？あ、これで終わり？あ、なんか上、あ、なにこれ、なにこれ、バグみたいになってる。これさ、ちょっと攻略見ちゃおう。バッドエンドなのかな。これ一人一人何消えてくんか。でもさ、今の感じだとなんかモニカが全部操ってるような感じだよね。ちょっと待って、攻略ってあんのかな。またさ、今度このこっちやるのかな、ロードじゃなくて。ちょっと攻略見ちゃうね。もう、死んじゃったら終わりなのか。エンディング、データ回収、ちょっと待ってね。なんかモニカがやばそうだよな。夏木、さより、
好きだって言ってたら違うのかな。なんかわからないな。ちょっとロードゲームでさ、え存在しないって、わなんだこれ、え、何これ。遠くから鬱陶しい女の子は宙に手を振りながら周囲の目は全く気にし、彼女の名前はうにゃ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 、近所に住んでる幼なじみ。あ、また最初に、え、何これ、あ、こういう感じなんだ。消えてんのか、逃げてしまう。え、もうさよりがいない世界になっちゃったんか。おにゃ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 を待ったはっ、これさよりのいつもと変わらない学校の日、カップル、友達グループに囲まれながら学校へ行くのだからたまったものではない。その方は、あれ、俺は一人で登校してたって。あ、そろそろ女の子と仲良くなったりするべきなのかも。でもどの部活に入る気もない。あ、暇な時間は大体アニメゲーム。あー、エンドだけど続いてる感じか。こういう、あ、ちょっと失礼。え、じゃあさよりじゃなくて誰かが誘いに来んの。同じだね、ここ。部活か。興味ある部活はなかった。やり直しだ。タイムリープしてる。アニメ研究会から始めてみるか。マル君。誰？あ！モニカ。やっぱりね、ここで会えるとは思わなかったわ。久しぶりよね。ああ。うん、そうだな。モニカは優しく微笑む。エンドだけど続いてるね。まだ一周目って感じか。モニカがやばそうだね。モニカ可愛いのにな。何をしに来たんだ。ちょっと部活のための道具を探しにね。画用紙がある場所知らない。あとマーカーとかクローゼットに探せばあるんじゃないか。お前はディベート部だっけ。ああ、そうだったけど、実は辞めたの。本当に辞めたのか。うん、正直に言うと大きな部の、あ、部内政治にうんざり。ここら辺は一緒だね。自分が好きなものを通して何か作りたかったの。じゃあどの部活に。新しい部活を始めたの。文芸部よ。文芸、なんというか退屈そう。部員は何人くらい。あはは、言うのもちょっと恥ずかしいんだけど、まだ3人だけ。へえ。じゃあやっぱりさよりはもういないんだまあそうだろうな。でも実際はとても面白いのよ。文学にいろいろあって、読書、執筆、詩などなど。部員の中には部室に漫画コレクションを持ち込んでる人もいるのよ。待てよ、本当か。うん、おかしいでしょ。あの子はいつも漫画は文学だって言い張るの。私も彼女が間違ってるとは思わないけど。それに部員は部員でしょ。今彼女って言った。おお。ねえマル君、もしかしてあなた入部する部活を探してたりしない。ああ、まあそうだけど、それならちょっとお願いしちゃってもいいかしら。入部しろとは言わないけど、部活を見学してくれたら嬉しいんだけど、どうかな。まあ特に断る理由もないか。モニカのような人の頼み事なんて俺は断れるはずない。いいよ、見学してみてもいいかな。ちょっと飴を食べよう。わ、やったー、とってもいい人ね。大したことないから。それじゃあ行きましょうか。道具は別の時間に探しに行くわ。あなたの方が大切だもの。みんなえ、モニカも何なんだろう。主人公を手に入れるためにやってるのか。モニカは元気いっぱい教室のドアを開けた。あ、何今の。お客さん連れてきたわよ。
え？お客さん？女子 A。 正気？男子連れてきたわけ？雰囲気ぶち壊しじゃない。夏希、そんなこと言わないの。とにかく丸くん、ようこそ文芸部へ。最後はモニカだけのつい言葉を失ってしまった。この部活は最高に可愛い子だらけ。みんな病んでんのかな。つまりあんたはモニカの彼氏ってわけ？え、違う、そうじゃない。夏希ちゃん、当たりの強いこの女の子は初めて見る子だ。夏希というらしい。小さい容姿からして1年生だろうか。とにかくこの子が夏希、いつも元気いっぱいで。そしてこっちがゆり、副部長なの。よろしくお願いします。おどおどしてる。二人ともよろしく。彼、部活を見学することにしたの。とっても嬉しいじゃない。待って、モニカ、誰か新しい人を連れてくるときは私に教えてって言ったわよね。そいつが来ると分かってたら私、ごめん、忘れたわけじゃないの。彼とたまたまそこで会って。それならせめてお茶でも出さないとですね。それじゃお願いするわね。マル君も座ったらどうかしら。ユリはクローゼット開ける。気まずさを感じ、モニカの隣の席に座る。あなたがここに来るのは、来るつもりじゃなかったのは分かってるけど、あなたが居心地いいって感じられるようにしてみせるから。文芸部の部長としてワクワクするような場所にするのは私の義務だからね。部員が少ないことに驚いたよ。新しい部活を始めるの大変だったろうな。そうかもしれないわね。興味がある人が多いわけでないから。文学みたいに興味を惹かれないものだと特にね。みんな楽しくて価値のあるものだと思わせないといけないわけで、そうなると文化祭のようなイベントはさらに重要になってくるわね。卒業するまでにこの部をみんなでもっと大きくできる自信があるわ。でしょ、みんな。ええ。そうね。夏希は仕方なく同意。二人を集めるのにモニカは相当苦労しただろう。苦労して集めたのに消しちゃう感じか。教室にティーセット置いてんのか。先生方の許可はいただいてますから。じゃあ今度ユリかなつきルートみたいなの行くか。なんとなくは一緒だね。私はただその分かってるよ。まあお茶を飲みながらの読書は馴染みのない習慣だが、お茶は普通に好き。同じだね。普段どんな本を読まれるんですか？ほとんど読んでないので何と答えればいいのか思いつかない。これさ、でもまださ、スキップは多分できないから、やっぱりもう一度やり直しのルートって感じだよな。ルートというか、一周目の繰り返しの二周目みたいな。ユリはどんな本を読むんだ？ですね、ティーカップの縁をなぞる。ああ、同じだね。重厚複雑世界観ファンタジーが好き。創造性、職人芸の凄さ、異世界で語られる素敵なストーリー、情熱的に語り続ける。他にもいろいろなものが好きですよ。作者が読者の想像力不足を逆手に取って、同じような想像力不足を逆手に取るゲームか。ユリはさ、なんかナイフ持ってるからあなたの性格にぴったり。あら、そうでしょうか。でも作品に考えさせられたり、異世界に連れて行かれたりすると本当に止まらなくなる。
夏希の目が一瞬こちらに。なんでもない。確かに夏希は可愛いことを書くのが好きだもんね。そうでしょ。はあ、最初さ、でも詩のやつやった時に夏希と相性がいいみたいな感じだったよな。ちょっと待って、攻略見てみるか。ネタバレみたいなあんまないのか。なんかスペシャルエンドっていうのがあるんだ。トゥルーエンドか。ああ、CG を集めたらスペシャルエンドに行けるんだ。うん、自分の詩を書くってそれ一緒だね。どうしよう、夏希の次夏希にする。あ、これ順番的には夏希やった後にさよりやってゆりのが良かったんだな。まあ、最終的にこのモニカが残りそうだよな、何選んでも。どうしようかな。ちょっと飛ばすか。ここら辺一緒だもんね。人数が違うことだけだもんね。人数が足りない。4人は必要。入部する。最初ならユリエンドにする。さよりの存在はいないことになってるな。え？はい。あ、なにこれ。幸せ幸せ幸せ。あ、いない。じゃあちょっとユリエンド目指すか。でもさよりなつき先になってんだけど、なつき先の方がいいかな。もう一回なつきやる。可愛い単語、擬音、擬態語を優先的に。甘い、かわいい。なんだっけ、かわいいってどれだ。これか。うん、どうだろう。あ、違った。ホップ、ピュア。もう一回夏希をちょっと進めるか。そんなに違いないよね。文芸部へ戻ってみんなはとっくにのんびり。あ、なにこれ。甘やかす、バグってんな。本を読んでください。
部長、気に入りそうなものを探すのが務めだと思う。カバンから一冊本、仲間外れと感じてほしくなくて。あ、短編、同じだな。夏木の方に行くんだね。一緒だね、多分ね。あ、なんか出た今。ちょっと待って。あ、飛ばしちゃった。なんか出たよね。なんかモニカがどうのこうのって出たよね。あとは大体一緒にパフェガールズ。あ、本は表紙で半ダダダダダ。顔は可愛いけどな。な、なに、パパに見つかっちゃうみたいなこと書いてる。そう、同じの繰り返しだからさ、そこは飛ばしたいんだけど。え、寝てしまいそうな様子。おい、夏希、なに？ちょっとこれ、これにしようかな。サムネどうしよう。はっ！何これ。何言ってんのかわかんない。あらあら。夏希大丈夫？ほら。プロテインバーのようなものを取り出し、夏希の方向へ放り投げる。夏希の目に光が。包みを破り取った。だからそういうの渡すなって、うむ。言い終わる前にそれを口に詰め込んでしまった。安心して、マル君。あの子は大丈夫。たまにああなることがあるの。あの子のためにいつもカバンにお菓子を入れたんだよ。それより、今日もみんなで、あ、塩見せないね。はい。ここは一緒かな？じゃあ夏希に最初に見せっか。気に入ってくれたってことね。これは一緒だな。これも一緒だな。このカチカチ ASMR。 じゃあユリ、何、モニカのあのプロテインバーもやばくない？なんか薬物みたいの入ってんじゃないの？一緒だな。かわいい。なんだって？夏希のお父さんお昼代を渡さないし、家に食べ物をろくに置かないから、そのせいであの子はよく苛立ってる。たまに元気が底をつけて停止しちゃう。あ、なんかやばそうだなこれ。あ、そういうこと言ってんだ。あくまで予想だけど、体が小さいのも栄養失調のせいで発育を阻害されてるからだと思うの。でも華奢な女の子が好きな男性もいるものね。ごめんなさい、ポジティブに考えようとしたの。いや、ネガティブだよな。
はい、私のやっぱちょっとずつ違うんだね。これ一緒の壁の穴って何だ。ペンを振りかざし刺してくるみたいな感じか。全員あ変な曲この文体同じだな。あ、なになに？私が自傷行為をしてると。あー、必死自分まで傷つけないようにね。頭いかれてるんじゃないですか。ほら、もっと言ってみせなさいよ。あんたの本心全部バルに聞かせなさい。そしたらこの後あんたに首ったけになってるんじゃないの。あユリは俺がそこにいることに今気づいたように振り向いた。マルさん、この子が私の印象を悪くしようとしてるだけなんです。違うでしょ、そっちが始めたんでしょうが。なにこれ。ああ、なになになに、夏木にする。セーブもできないな。え、なんでこんなアップになるの。なに。ねえマル君、私たちはちょっと外に行かないね。さっきはごめんなさい。二人ともあなたを巻き込むべきじゃなかったのに。私たちは関わらない方がいいと思うわ。二人が隣終わったら戻りましょう。あはは。私も大した部長よね。部員をちゃんとなだめる、なりめることすらできない。自己主張できるようになりたくなることはあるけど、他人に対して強く主張する気がどうしても起きないの。分かってくれるわよね。それより、これで部員たちと距離を置きたくなったならそれでもいいわ。その代わり私と一緒に過ごすのは大歓迎だけど。夏希が部屋から飛び出してきた。あ、泣いてる。そのまま走り去ってしまった。あらまあ、どうやら終わったみたいね。あんなつもりは、あんなつもりは、あんなつもりは。ユリは座って両手で顔を隠しながら前後に揺れ続けていた。ユリ、あんなつもりなかったんです。信じるよ。あの後ユリが夏希に何を言ったのか全く想像つかない。何をしたかも。マルさん、嫌いにならないでください。お願いです。私こんな人間じゃないんです。今日の私は何かおかしいんです。大丈夫よユリ、あれがあなたの本心じゃないって分かってるわ。それに夏希も明日には全部忘れてるわ、完全にね。なんか操ってんのか。今日の部活は終わりだから帰ってもいいわよ。ユリは何か言いたげにこちらを見る。モニカの方もチラチラ見ている。さあ先に帰ってくださいモニカちゃん、もう少しここにいたいので。部長は私なんだから私が最後に出ていくべきよ。気が済むまで待ってるから。でしたら私も副部長ですから、今日はその責任を果たさせてください。ユリはまるで私にいてほしくないみたいだけど。違います、違うんです。私はただ
マルさんと本についてまだ話し合えてないので、モニカちゃんに聞かれるのが恥ずかしくて。はあ、私に選択肢はないみたいね。ご迷惑をおかけしてすみません。でも、おー、なにこれ、おー、またじゃあまた夏希の選んでいいのかな。これどういうあれなんだろうな、わかんないな。これなんだろう。でも夏希のは明るい感じの、じゃん。ちょっと一回ここで止めとくか。セーブできる？全部空なんですけど。いいのかな、ここにして。あ、できてる。じゃあ一回ここでやめます。なんか展開がすごいね。ちょっとメタっぽさもあるね。どうもありがとうございました。